皆さんこんばんは、すぐあきるです。今回はフライムの効率的な借りルートを皆さんに紹介する動画になっています。なので全部借り尽くしたいっていうよりかは、楽で美味しいとこだけ借りたいっていう方向けの動画になってますね。でフライムの借りルート結構たくさんあるので時間がかかりますので、まあ僕はそこで考えたのが、僕のおすすめ順で紹介してます。なので時間がない時は前半だけ回ってもいいですし、まあもしかしたら、まあ僕の基準なので皆さん的には美味しいとこあるかもしれないので、チャプターリストを用意しているので、まあ数の多いとこだけチェックしてもいいかもしれません。借れる量がですね。はい、それでは早速回っていきましょう。まず最初の場所はスメールのアシュワッタ神殿っていう文字の右側のワープポイントに飛んでください。ワープポイントに着いたら後ろを振り返ってまっすぐ進むだけでフライムが6体いますね。ここ僕が一番気に入ってる場所で、本当ワープから近いし、たくさんいるしっていう。唯一欠点が、奥の方にいるフライム見えますかね？水の上にいるんですよ。ちょっと近接武器の人はイライラするかもしれませんね。なので基本的にまあフライムって飛んでることもあって、遠距離武器の方が狩りやすいかもしれません。もしかしたらスキルでまとめ狩りできるキャラとかでもいいですしね。はい。で、6体勝ったらここの場所を離れましょう。で、次の場所が聖雷島ですね。まあ、フライムといったらここですよね。で、最初に行く場所が、このライオン権現のアイコンのすぐ下のワープポイントに飛んでください。ワープポイントに着いたら、南西方向を向かって降りていきます。これちょっと人によっては気持ち悪い映像かもしれません。ごめんなさいね。で、降りていくと、キューブが見えてくるんですよね、ギミックの。稲妻の特有のギミック。なんかあの光ってるキューブ分かりますかね？サイコロステーキみたいな形の。で、そこ目指して飛んでいきます。降りていくかな。で、これちょっと僕がさっき来たので出てるんですけど、本当は隠れてますね。着くとこの4体のフライムが湧いて出てきます。なのでこの4体の岩フライムを借りますね。4体いますよね。で、これを買ったらそのまんま、南の方に、まあ道なりに、海の方に出る感じで出てもらって、で、そこから海岸に出たら、北西方向に向かって海岸沿いに歩いていきます。すると、フライムが、まあ、単体なんですけど、1、2、3って3匹いますね。1匹ずつちょっと離れてるので、まあ、まとめて狩るのにはちょっと難しいと思うんですが、でこの3匹狩って、目指すべきは、この雷の種の場所。雷の種の場所に着くと、さらにフライムが3体出てきます。これはまとめて枯れますね。で、ここちょっと選択肢があって、このまままっすぐ行ってちょっと歩くんですけど、先に行った方にフライムが3匹いますね。まあでもちょっとかなり歩きます。この辺ちょっとお好みで皆さん選択してもらって、まああれを行かない場合は僕は行かないんですけど、で、雷の種拾うとこれが出てくるので、種を使って向こうの島に渡ります。するとですね、渡った先にもうフライムがいるんですよ。このフライム、岩フライムを3体。で、そのまま奥に進むと、これは水かな？なんかパッと見で僕わかんないですよね。ここにもフライムが4体かな？ 4 体いるので、それを倒しますね。で、4体倒したらここの場所は OK です。で、次も聖雷島なんですけれども、今度はライオン権現のアイコンから北東のワープポイントに飛んでください。で、ポイントに着いたら、まずは、西に向かって進みます。で、フライム隠れてるので、ちょっと分かりにくいんですよね、本当に。ちょっと近づかないと出てこないので、こうやって。言ったら、この祠の近くかな、目印は。祠の近くに3体いて、これを倒したら、またワープポイントの方に戻って、今度は海岸沿いに南に向かって降りていきますね。これも結構歩くので、まあ、左右とか、まあ、3体出てきましたね。で、これ出てきて、倒してもまた南に下っていって、ちょっと歩く距離長いので、左右みたいな、こういう移動の速いキャラ使うのがおすすめかもしれません。だから逆に言ったら、もう、移動が面倒くさい場合は、もう、ここの最後の、このちょっとまとめてたくさんいる場所あるんですけど、ここスルーしてもいいかもしれません。でも結構たくさんいますね、ここね。捨てるにはもったいないぐらい、たくさん湧くんですけど。まあ、これらを倒したら、ここの場所は OK です。で、次の場所も聖雷島で、まずですね、平海砦っていう島の、この秘境のあるところの上のワープポイントですね。こちらに飛びましょう。ここもかなり美味しくて、着いて、南西方向にちょっと進んだら、フライムが4体ぐらい出てくるのかな。あ、出てきた。1、2、3、4ですよね。4体出てきたらこれ倒して、で、倒したらまたワープの方戻って、今度は北東の方ですね。
北東の海岸方向に向かって進みます。するとこっちにもフライム湧くんですよね。ここはアップから近いし結構おすすめですね。移動もそんなしないしね。はい、でここに湧いたフライムを倒したら OK ですね。この場所は OK です。で次の場所が今さっき言ったワープポイントからすぐ下のワープポイントに飛びましょう。秘境じゃない方ですね。で着いたら北西方向にちょっと歩くとフライムが出てきます。ここ結構ねもう見たことあるってなる方も多いかと思いますね。すぐ出てきますね。でこれを倒したら今度はワープポイントから、ちょっと北東かな、北東方向に向かって降りていきます。で目印はこの木ですね。なんか水のとこに生えてる木、この木の近く行ったら確か湧いてくると思うんですよ。あ、出てきた出てきた。ここに3体湧くのでこれらを倒したらここの場所は OK です。で次は同じ稲妻でも聖雷島ですね。ここもちょっと僕のさじ加減で本当に楽なとこだけ厳選しましたね。で珊瑚宮の上のワープポイントにまず飛びましょう。でポイントに着いたら南東方向かな、南東方向に向かって降りていきます。で降りていくとまあちょっとねこれっていうポイントでもあるんですけど、もうちょっと倒しにくい水の上に浮かんでるフライム、段差ごとに2体いるんですよ。ただ近いですね。まあ、この辺も自分のキャラの倒しやすさとかに合わせて、まあこれいい悪いあると思いますね。2匹倒してさらに下に降りると2匹いますね。合計4体がすぐ近くに湧くので、まあいいかなっていう感じはします。で次の場所は珊瑚宮の左下の四天神像のワープポイントに飛んでください。で飛ぶ前に説明するんですが、ここはここを起点に、四天神像を起点に3箇所に飛んでいく感じですね。勝っては戻り勝っては戻りで3箇所もありますね。で最初の場所っていうのは、ほぼ北側かな、北側に向かって歩いていって、で歩いていくと崖があるのでその崖を降りていきますね。まあ、いったら滝の真下に行く感じかな、イメージ的には。まあ、なんか滝の近くいるんですよねこういう習性のモンスターなのかな。で降りていくと雷スライムの近くにすぐ近くに湧くと思うんです。あ、湧いた湧いた湧いた。ここ結構狭くてまとめて倒しやすいと思いますね、キャラクターによってはね。でこの3体を倒したらここの場所は OK です。また七天神像に戻りますね。で次は南東方向ですね。南東方向に向かって風の翼で飛んでいきます。まあ、視覚的な距離結構遠いんですけど、風の翼とかでクイーっていけるので、まあ、クイーって意味わかんないかもしれないんですが、まあ楽ですね、翼で飛んでる分。そんなに見た目ほど苦じゃないと思いますね。で同じくこの滝の近くのちょっとまあ小島って言っていいのかわかんないですけど、ちっちゃい島のすぐ近くに3体ぐらい湧いてるので、これらを倒したら、あ、4体か、4体湧いてるのでこれらを倒したらここの場所は OK です。で、また四天神像に戻って、最後の場所は南西ですね。南西の方に歩いていきます。まあ、これはですね、ちょっと、歩く距離的に遠いんですが、まあ、ここに来たのであれば、行ってもいいかなぐらいですね。これもちょっと皆さん選んでもいいかもしれないですね。あ、めんどくさーって思ったらやめてもいいと思いますし。で南西に向かって、風の翼で飛んでいくと、この雷の門が2個、上に乗ってる島の真下に、なんだろう、この氷になる花の、ちょっと陸地になってる部分があるんですが、ここに着くと確か湧くはずなんですよ。あ、湧いた湧いた。この3体ですね。これらを買ったらここの場所は OK です。で、いよいよ終盤なんですが、塩化の宮ですね。この塩化の宮、あんまりおすすめできないポイントが、多分デバイスによっては新しいマップ読み込むのでかなりロードが長いので、日課とかにするには結構大変かもしれません。まあその辺はでも皆さんが選べる範囲なので一応紹介はします。はい、じゃあまず塩化の宮の左下の蛇用の道かな、蛇用の道の左のワープポイントに飛んでください。ワープポイントに着いたら北の方に向かって歩いていきます。で北の方を向かって歩いていくと、風の翼で飛べるような空間に飛ぶので、そのすぐ見えるところにいますね、4体。これを倒したら、そのまんまさらに北に進みます。もう見えてますよね。炎のスライム。これスライムだよ、フライムか。珍しいですよね。奥にもフライムいるので、これを倒して、ここの場所は OK です。で、次は塩化の宮の最南端。
木の道かな？合ってるかな？木の道のワープポイントに飛んでください。で、ワープポイントに着いたらそのまままっすぐ進みます。するとちょっとスーパーマリオみたいなポイントがあって、まあ、ちょっとここ、って思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと厄介ですね。まあここ越えてもらって、進んでいくと左側になんかちょっと浮いた大きい、崖だらけの島が見えるので、そちらが見えてきたら、左に向かってその崖に向かって飛びますね。で、これどっから登ってもまあ結果一緒かもしれないんですけど、僕のおすすめはこの向かって左端の崖が、まあ、基本的にスタミナが少ない人でもこうやってジャンプ連打しても登りやすいぐらいの距離で登れるのでおすすめですね。で、登ったらまた左の方に進んでいき、そしたらこういう、なんですかね、ちょっと神殿の一部みたいな見えるんで、ここから登りたくなるんですけど、これ実は罠で、こっちから登った方が登りやすいんですよね。なんかネズミ返しみたいなのがあるんですよね。こっちからこんな風にちょっと、まあトリッキーな登り方なんですけど、この方が登りやすいですね。岩の方から、上に上がって、こっちに移るみたいな感じですね。で、移ったらもうフライも見えてるので、そちらの方に飛んでいきますね。危な。踏んで、この、フライムを倒したら、このフライムを倒したポイントから、すぐ近くを見渡すと、もう一体の群れが見えるんですよ。で、この群れを倒したら、これ大丈夫かな？まあ皆さんは倒してるので、こんな登ることに、大変さは感じないと思うんですが、で、倒したらそのすぐ近くにある崖登って、上に行くだけで、落とさないでくれ。そうそう、途中でこうやってなんか小さい段差もあるので登りやすいですね。危ない危ないね。で、登ったらですね、すぐ近くに、見えるところにもうフライムいるので、これが最後の群れですね。このオスライムの群れ4体を倒したらここの場所は OK です。で、次の場所はエンカナミアの最北端ですね、真逆の位置ですね。そちらに飛びましょう。ワープポイントに着いたら道なりに進んでいきますね。ここもちょっとスーパーマリオ感ありますけど、まあまあまあアクション好きの皆さんなら大丈夫でしょう、多分ね。で、着くとですね、2体フライムがいるので、これを倒したら、風の翼で大きく飛べる場所あるので飛んでいきますね。あのマンタ何なんでしょうね。毎回気になってるんですけど、可愛いですよね。で、こちら着くとですね、氷の花が咲いている周りにフライムが、たくさんいるので、これらを倒します。で、これらを倒して、倒したらですね、そのまま道なりにまっすぐ行くんですが、建物の方行きたくなるんですけど、ちょっとずれてもらって、右側にずれてもらって、崖すれすれの道を進んでいくと、フライムが3体います。で、この3体を見える位置からもう2体見えてるので、その2体も倒しますね。で、これを倒してからどう行くかっていうと、これもね、まあ、結果どのルート通っても目的地に着けばいいんですけど、要は上に行ければいいんですけど、僕のおすすめは一回またさっきの氷の花があったじゃないですか。この氷の花。この氷の花があった場所に戻っていただいて、そのすぐ近くの木が絡んでる柱があるんですよ。その柱から登っていくのが僕的にはおすすめだと思いました。まあ、もしかしたら皆さんでもっといいとこ見つけられるかもしれませんね。で、ここから登っていってもらって、とにかく上行ければいいですね。まあ僕の言う通りにしなくても上に行ければそれでいいです。ただこっから登ると、こうやって合間合間に段差があって、まあ、スタミナがあんまない方でも楽に登れそうだなと思いました。はい。で、登り切ると最後のフライムの群れがいますね。これらを倒したらここの場所は OK です。お疲れ様です。ついに最後の場所なんですが、エンカノミアの最北東の八千又姫の地、すごい名前ですね、のワープポイントに飛んでください。で、ワープポイントに着いたら、ちょっとこの危なげな道を進んでもらって行くと、青いモヤモヤがあるんですよ。このモヤ触ると実はワープできて、実はてか皆さん知ってますよね、多分ね。で、登っていくと、フライムが出てくるんですよ。このフライムを倒したら、西側向くと、この島と対になってるような、なんかちっちゃい島があって、その島にも3体いるので、まあ、全部見えてるフライムを倒しますね。で、倒したら、今度は、ワープポイントの方向かって歩いていって降りていくと、また生き品で使った青いモヤがあるので、その青いモヤ使って戻りますね。で、僕は倒してないので、またフライムがいるみたいに見えるかもしれないんですが、皆さんはここ倒しているのでいないですね。
で、今度は北側に向かって進んでいきますね。北側に向かって進んでいき、こうやって道がなくなったら風の翼使ってガーって降りていくと、またフライムが見えてくるので、それを倒しますね。で、これを倒したら、次のポイントは、あの上なんですけど、こっから登りたくなっちゃうんですが、横着者としてはね。実は、急がば回れで、ここの坂道ちょっと登って、行った方が、なんか、気持ち的に楽かなって思いました。僕のさじ加減なんですが、まあ皆さんお好みでね、直接登ってやるわいっていう方は直接登ってもいいかもしれないんですが、こっちの方がなんか、段差が噛まれて、かま、えー、噛ませてあるんで、なんか日本語不自由ですけど、登りやすいですね。はい。で、登ったら最後のフライムの群れがあるので、これらを倒したら、ここの場所は OK です。はい。いかがだったでしょうか。以上が僕が考えたフライムの効率的なルートですね。まあ、ちょっとでも皆さんの参考になれば嬉しいです。そしてこんな動画を最後まで見ていただいたそこのあなた。本当にいつもありがとうございます。本当にね。それじゃあまた次の動画でもお会いできたら嬉しいので、よかったらね、チャンネル登録とかも検討していただければ嬉しいです。それじゃあまたね。バイバーイ。